本当こう淀子をね、桜スタジアムを作るにあたって本当サポーターの皆さんもそうですし、もういろんな皆さんが本当こう協力をしてくれてこのスタジアムが完成しましたんで、まあそういった皆さんの思いとともにもうこの日を迎えれるというのはね、本当にすごく嬉しいですし、やっぱりこうまあなかなかこうね、開幕に向けてっていうのが本当こう時間が経ってようやくこのこけら落としにこう今から迎えられるということなので、早くね試合が見たいという思いが皆さんと同じように私も力強くありますね。今スタジアムにもちろん来られて応援をしていただく皆さんもおられますし、やっぱこうスタジアムにね当日来れない人たちもおられると思いますんで、まあ、そういった皆さんも共にこのこけら落としをね本当こうみんなで盛り上がっていくという中で、こう来れない人たちに向けても試合前からまあ、セレッソ大阪もこの度、吉本興業さんとエンタメパートナーシップを結びまして、セレッソ応援隊とともにですね、やっぱこう試合開始に向けて、その前から皆さんとともに、盛り上がっていくというイベントも用意しておりますし、まあ、ちょっと様々な、ね、形でこのこけら落としを盛り上げていこうということで、今、ね、いろいろと企画しておりますので、ぜひこう皆さんでね、この7月17日こけら落としを盛り上がっていけるように皆さんと盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、一番大事なところですね、盛り上げるためにこのキーワード、まあ、今回のキーワードというのはもうセレボリューション、このセレボリューションというのはまあセレスト、そして、レボリューション、エボリューションで合わせてセレボリューション、ね、やっぱこの変革そして進化ということで生まれ変わったこのセレッソ、本当こう上を向いてね、どんどんこれから、行くぞという思いをこもったこのセレボリューションということで、イベントのところもセレボリューションライブという形で盛り上げていきますし、ね、このスタジアム一体のこれからのセレッソというのはこのセレボリューションというのをね、皆さんもどんどんこうこのセレボリューションというキーワードを皆さんもね、この新しいスタジアムで、一緒に盛り上がっていけたらと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、おすすめっていう中でもうすでに来ておりますけども、セレボリューション T シャツもうご用意しておりますし、その他ですね、さまざまな、タオルマフラー、セレボリューションタオルマフラー、皆さんにね、一緒に盛り上がっていただきながらも、この記念グッズもご購入いただいたらなというふうに思っております。ぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。まあそうですね、本当にこのね、こけら落としに、持ってこいというぐらい、本当こう関西ダービーということでね、ヴィッセル神戸さん相手にこう試合をやるので、やっぱこう最高にね、本当に盛り上がる一戦になると思いますし、必ずやっぱりこのこけら落としは何が何でも負けられませんので、必ず勝ちたいと思いますので、ぜひ一緒に皆さんのパワーを届けてください。勝ちましょう。セレボリューション。